思ってます。この4つが一直線上にある状態で銃の筒先ですね、マズルからブレットが出れば確実に当たるんだと、うん、当たらないんであれば腕が悪いんじゃなくて銃が悪いんだとってことですよね。はあ、というふうに思ってるでしょ。いや、そこまで言い切る自信はない。射的とかと同じですよね。そういうことです、はい、でもですよ、真剣に当てようと思ったら、はい、おかしくねえかと思うわけですよ。これが防御なのかと思いましたよ。ああなるほどな、一歩たりとも入れないとかね、そんなようなこと一生懸命投げてこうやって見てるのが防御のようなイメージを持ってましたけども、全然違う。要するに言葉で血塗りを最大限に利用するとは言いましたけども、この例を示さなかったら多分分からないんです。分かんないですね、うん、ゲストコーナーです。本日は元二等海佐でいらっしゃいます伊藤祐康さんにお越しいただきました。伊藤さん、お忙しい中ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。お待ちしておりましたのは私だけじゃないと思いますが、先ほども申し上げました通り、1回目2回目のご出演の後、本当に熱いメールをね、視聴者の方からいただきまして、うん、伊藤さんとしてはどんなふうにお感じになりましたか。まあ見ていらっしゃる方がいるんだな。いや、視聴者いないと言ってないですよ。ショック。いらっしゃるんだなと。いつもながら思いがけない反応ありがとうございます。なかなかね、直接書いていただいた質問はお答えしづらい内容だったようです ね、 まあその方に会えばお話しますけど、ちょっと、まあ、公共のこれ載せるのはちょっとまずいかなと思います、はい、ということで、まあ、直接のお答えにはならないかもしれませんが、今日も楽しみなネタを持ってきていただいているようですので、早速話に入っていこうかと思うんですが、まあ、その前にですね、1回目の時には覚悟というテーマでお話をいただきました。荒川駅沖で無差別殺人事件があったことなどを例に出していただいて、その時に一番大切なことは何かというのを考えれば、もしね、警察官だった場合、人の命を助けることであるわけで、だったら刺されてもいいやと思ってしまえばいろんなことができるということを言ってくださったんですよね。で、2回目の時には戦う状況の作り方というテーマだったんですけれども、自分が不利な状況に入ってしまってもいいやっていう覚悟ができれば、やはりすごく自由になれるというようなことだったかと思うんですが、どちらにもすごくね、覚悟っていうことを問われたような気がしたんですけれども、今日もやっぱりそこにつながるお話なんでしょうか。まあ、1回目2回目はどっちかというとこう雲をつかむというかですね、具体性はなかったわけですよね、はあ、まあこの人といいますか、まあ、自衛隊とか警察の方は、まあ、本来持っているべき人生観だったり死生観だったり、はい、まあ、職業観というかもしれませんけどね、そういうものの、まあ別に言い方すれば当たり前の話をしたようなものですよね。まあ、その職を選んだわけですから、まあ、よく命の次に大事なものはってよく話しますけども、はい、まあ、そういう職を選んだ人にとっては命より大事なものがあるわけですよね、うん、だからまあその職を選んだというのがあるわけですから、うん、ですから、まあ本来は教育だとか言ってどうこうっていう話じゃないわけですよね。本来そういうのは持っているべきものだというところだと思いますね、はい、まずそこの前提からして、うん、でもどうなんだろう、自衛官の皆さんっていうのは先生をして入隊されてますけれどもね、うん、そこまで本当に普段から突き詰めて考えてるかって問いかけるとどうなんでしょうね。まあ思っているよりはいますよね。あ、そうですか。思っているよりいます。ただまあ、うん、照れもあるんでしょうし、うん、そういうのはなかなか言いづらい雰囲気というのはこの国の中にあるわけですから、なかなか言わないけども、はい、まあそういう気持ちを持っている人っていうのは、まあ、私の感覚から言いますと思っているよりいるなと。あ、それは楽しいですね、うん、でも残念ながら、まあそんなに多くないなと。まあそれは私が勝手に感じているだけの話ですから、まあ、データ取ったわけじゃありませんけどね、はい、うん、と思います、はい、そして今日のテーマなんですが、戦闘の本質ということで、うん、はい、まあ、少し具体的な話へ入って、いかないと飽きられちゃうかなと思いましたね。はい、あんまりですね、精神論といいますか、根っこの方の話ばかりしてもと思います。
ただ、まあ、1回目の話2回目の話があっての、話ですからですね、はい、どっちかというと技術的なものになってくると思います。はい、でまあ、これもあくまでも私は勝手に言い張ってるだけの話で、根拠は何だとか何々さんが言ってるとかそういう問題じゃありませんので、はい、まあ、気楽に聞いていただいてと思います、はい。まあ、じゃあこちら早速お見せしますか。はい、まあ、ここに5つ、出てきます。こういうことに関しましてはですね、この自分の国以外では話さないことにしてますので、こういう科目だけは日本語を使っております。まあ、これは、まあ、カテゴリーですよね。どんな特性があるかというのを、はい、理解をして、自分はどういうとこが有利でどこが不利かというのをすっきりと捉えましょうということで5つ挙げております。あ、これは漢文ではなくて5つの それぞれバラバラのものなんですね。はい、まあ、下からいきますとですね、下からいくんですか上からいくと、まあ、ちょっと簡単すぎたので下からいきますとですね、はい、まあ、義ですよね。義というのは、まあ、仁義の義ですね。うん、自分に義はありますかということですね。要するに銀行強盗が銀行で立てこもっているときにその人に義はないわけですよね。うん、ところがそこを救出にしに行こうとしているには義があるよねと。はい、でもう一回移していきますか。はい、で次が、まあ、勢いですね。勢いがありますかありませんかという話です。うん、まあ、これはまあ時間があったらお話しようと思いますけども、まあ、例えばですよ、部隊を投入する時のタイミングというのはこの勢いというのは非常に大切になりますよね。まあ、昨日ですか、オリンピック終わったのは、はい、選手たちがこの勢いを捉えるのは非常にやっぱ上手というか、まあ、それで生きてますから。陸上のボルト選手ですね。うん、彼がスタートラインについてピストルが鳴る時まで彼はボルテージを上げてきてるわけですよね。勢いというのは頂点に持ってきてるわけですよね。それはもう1秒2秒もずれたら全く違う世界に入ってきますから。うん、それもまあ何年間というスパンでずっとボルテージを上げてくるわけですよね。はい、とそれが決勝の2時間前ぐらいからウォーミングアップ入ってくるんでしょうけども、そこで一気に持っていくと。ですから部隊を投入するときはその犯人側の流れであったりいろんなこともありますけど、中に掘り込む自分の子飼いますかね隊員のメンタリティーのどこへ頂点が来ているのかというのをしっかりと抑えて、彼らはボルテージを上げ長く持ちませんから、はい、まあ、要するに突入3分前1分前というのを入れて、彼らのボルテージ上がった時でドーンと掘り込まないと、まあ、なかなか難しい話ですね。まあ、これは時間があればまたお話します。はい、で次が息ですね。息というのは、まあ、地域を取ってますかという話です。地域を取る、地域を取ってるというと、銀行、また銀行強盗銀行強盗はこれ地域取ってませんよね。自分に周りが敵に取られちゃってるって話ですね。ああ、そういう意味ですね。はい、はい、から、まあ、どっかを防御しているとかいうのは、はい、これは周りはどこまで敵でどこまで自分の勢力かというのは、これは非常に不安定な部分がありますね。ところが、まあ、今あんまりありませんけども、時代的にですね、大平原で戦争やっててフロントラインを申し上げているような時代、戦闘場面であれば、これは息は両方ともあるようなないようなんですよね。あ、なるほど。180度のラインを押し合いへし合いしているという、はい、要するに息はあるのかないのか、補給ルートを確保できてるのできてないのというような話になります。でいよいよ、まあ、今日の本題へ入ってくるんですけども、はい、時ですね。時ってタイムですね、はい、時間。それから一番上も時ですけども、これはまあ地面ですよね。はい、要するに時間に関する主導権を持ってますかということですよね。おー、から一番上は地面、まあ、場所に対する主導権を持ってますかという話になってきます。はい、要するに誰が持ってるのその主導権はという話ですね。うん、また銀行強盗になりますけども、はい、銀行強盗で立てこもっている犯人は地面に対する主導権を持ってるわけですよね。あ、その場の、はい、はい、要するに自分の思い通りにバリケードを組んで、自分中入ってくる人は分からないわけです、中の状況が、はい、まあ、分からないように するべきですよね。うん、かえってそれから外から救出に行こうとしている、まあ、警察としますと、警察は何を持っているのって言ったら、これは時間に対する主導権を持っているわけです。うん、いつ行くのかという。なるほど。ということはそこで、まあ、作戦があったとすれば、うん、中に入っている人と中へ今から入ろうとする人は何をしているのかというと、時の利と地の利の奪い合いをしているんだという考え方もできるわけですよね。うん、